こんにちは、トシです。今日はですね、自分でバリカンでセルフ坊主自分編ですね。はい、まずは、まあ、バリカン必要です。で、あとこちら、12ミリと9ミリの、アタッチメントです。で、やっぱり坊主動画、前回ウィッグで撮らせていただいたんですけど、今度は、実践でやってみます。まずは12ミリで全部買っちゃいます。ガーッと、これもう適当です。ガンガンいけ、こんな感じこんな感じにバンバンいっちゃってください。で、後ろは見えないので、まあ下向いてやるとか工夫しながらやっていただくと簡単に、はい、こんな感じに、ガンガンいっちゃってください。見えないところは下を向いて入れてください。はい、何度もこの12ミリである程度買ってあげる必要があるかなと思います。まあ適当、とりあえず適当で大丈夫なんで、ガンガン12ミリでいっちゃってください。はい、次にですね、9ミリ、12ミリで適当にいったら次9ミリです。で、今度は9ミリはちょっと意識してください。この辺は買っちゃっていいと思うんですけど、この下の、上の方は刈らずに残しておいてください。ですので、手で押さえるなどして、刈らないようにしてあげるとスムーズにできると思い、いいデザインがスムーズに切れると思います。はい、このぐらいざっくりでいいかなと思います。はい、はい、次にアタッチメントを変えて、6ミリと3ミリのアタッチメントですね。今度は6ミリで刈ります。また今度さっき刈ったところを押さえながら、こう、ここは6みたいな感じで丁寧にやってあげるといいと思います。はい、セルフで簡単に坊主なんて作れます。しかもちょっとおしゃれ坊主ですからね。はい、はい、次に3ミリです。こちらは要注意です。もみあげなどにしてください。このぐらいで、このぐらいで十分だと思います。で、耳周りも押さえて、この音と感覚で分かると思います。反れてる反れてない。3ミリは一番要注意です。後ろなどはよく音や感覚を感じながらやってください。しっかりイメージを持ってやることが大切だと思います。はい。はい、
次にまた下から上に上がっていくイメージです。今度は6ミリです。先ほど3ミリで買ったところも重複してやってあげることによって反り残しなどなくなります。はい、かなり簡単にざっくりとおしゃれ坊主が完成します。はい、次に9ミリです。こちらも3ミリ、6ミリと切ったところを重複して、入れてあげることによって反り残しがなくなりますので、丁寧に重複しながら何度も反ってあげると綺麗なおしゃれ坊主が完成されます。はい、必ずこう押さえることが大事ですよ。このぐらいかなと。はい、以上でおしゃれ坊主実践編って終わりだと思います。かなり簡単ですね。もう5、6分で完成しちゃうっていう感じですね。朝でもやっていけるというお手軽デザインです。まあちょっと今だと早すぎちゃうのかな、これじゃ。じゃあもうちょっと丁寧に買っていきます。はい、最後に、12ミリですね。一番長いのでしっかりと調整してあげてください。だいたいもう反れてるので、こう丁寧にいろんな方向から入れてあげると綺麗に反れます。はい、一度また丁寧にやりたい方でしたら、こう何度か戻ったりする作業をやってあげると綺麗に反れると思います。僕も今反ってますが、丁寧にやってみます。よく鏡を見てイメージすることが必須になります。デザインですのでかっこよくしたいので、よくイメージしてください。どのぐらい切ればいいのかななど意識した上でバリカンを入れてあげることがおすすめです。まあ、やっぱ難しいのはこの次だと思うんですよね。6ミリ、3ミリなどが一番難しい、アラが目立つ長さなんじゃないかなと。この辺なんてもう適当でいいと思います。はい、次ですね。失礼しました。次ぐらいからが結構よく見ながらやんないといけないゾーンだと思いますので、丁寧に刈り込みます。よく鏡を見ながら、まあ簡単なんで、ぜひショートヘアの方はちょっとこうチャレンジしてみても、おしゃれベリーショートかっこいいと思います。セルフでできますんで。後ろは見えないので下を向いて丁寧にやってあげてください。感覚を頼っていいと思います。余裕ですね。
このぐらい奏でればかなり丁寧な施術なんじゃないでしょうか。で最後にじゃあ味付けポイント、この2ブロックですね。こちらちょっとここに ここはおしゃれ感をより強調ですね。はい、両サイドもちょっとおしゃれ感出していきます。こんな感じにセルフでおしゃれカットですね。おしゃれ坊主ヘアですね。ちょっと夏なんで2ブロックをちょっと入れてみました。まあ2ブロックと言ってもまあ本当にちょっと分かんないとか分かるかなレベルです。このぐらいにしてあげるとよりかっこいいんじゃないかなと思います。まああとはこう微調整ですかね。こんな感じ。こちらは、3ミリと6ミリの間っこでこうちょっと修正してる感じですかね。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。まあこうやってねこだわっていけばもうちょっと細かくできるというね。はい、はい、徐々にこう順番で持ち上がってるイメージですね。3、6、9、12、12、9、6、3と、買っていくだけです。はい、完璧です。もうこのまま僕は仕上げ終わりです。次回からなどの動画でもこのままの髪型でいますので、どんな感じかよく見ていただけるといいと思います。セルフで簡単坊主です。おしゃれ坊主ヘアですね。はい、こんな感じでやってあげると、うん、気持ちいいですね。やっぱ夏なんで。うん、はい、細かい毛を飛ばします。はい、いかがでしたでしょうか。簡単に綺麗に、まあおしゃれ坊主ですね。はい、さっくりとおしゃれ坊主仕上がったと思います。男性の方で、ちょっと怖いななどいう方なんかはこちらの動画を参考にしていただいて、自分でチャレンジしてみても1000円カットよりは素晴らしい仕上がりになると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。